皆様おはようございます,いますえ自由民主党心の青山茂春でございます。と、え、お、ー、り当略のためでなく、ただ国益のためにこそ、不傷ながら質問いたしますので、どうぞよろしくお願いいたさて、いわゆる森友学園事件をめぐって、会計検査院の報告が出されました。また、家計学園の岡山理科大学、獣医学部の新設が認可されました。 いずれも節目となる時期、きちんと整理するにふさわしい時ですので、後ほど焦点を絞って質問いたします。まずは最も国益と国民の現在、未来を左右しかねない、半島情勢についてお伺いしたいと思います。ご承知のとおり、北朝鮮が昨日未明に、ICBM 級と見られる弾道ミサイルを発射いたしました。 これはおよそ2か月半、北朝鮮が沈黙を守った後の発射という、これまでになかったパターンです。本当はどういうタイミングで撃ったかをあえて整理いたしますと、トランプ大統領のアジア歴訪の中で、米中の首脳会談がじっくりといわば行われ、その直後に中国の習近平国家主席が北朝鮮に特使を派遣し、その特使が金正恩委員長に会えずに終わると、 トランプ大統領が間髪を入れずにテロ支援国家の再指定に踏み切り、その直後のミサイル発射です。これを見れば、直接関係する首脳たち、関係諸国にもはや時間がなくなっていることが分かります。特使の派遣は、米中の首脳が重要な一手として合意してなされたものと見られ、その証拠にトランプ大統領も期待して、おそらく期待してテロ支援国家の再指定はせず、 成果を待っておられました北朝鮮も実は米中の話し合いで自分に有利な条件を特使があるいは持ってくるかと期待していたからこそ2ヶ月半沈黙していたのではないでしょうかところが特使は北朝鮮を核保有国として認めることをせず特使をそこで北朝鮮は事実上追い返しトランプ大統領はおそらくは失望が大きかったからこそ直ちにテロ支援国家の再指定を実行し 金正恩委員長は、いわば進化した弾道ミサイルの発射でこれに答えました、えー。ミサイルの発射は本当はアメリカへのメッセージだという見方ができると思います。実際に使うと思うならば、あ縦に撃つはずがありません、すみません、ちょっと私の手元、あえて見ていただくと、ちょっと分かりにくいですけど、これをボールペンミサイルとしますと、ロフテッド軌道っていうのはあ、要は縦に撃つことですから、落ちてきたとき、えー、大気圏に入るときの角度が当然深いです。 しかし、実際に届くように撃つならば、当然入るときの角度が浅くなりますから、もしも実戦に使うという意思があるんであれば、ロフテッド軌道ではなくて、横に撃つはずです。したがって、このミサイル発射というのは、アメリカに自分たちを核保有国として認めてくれ、その上で直接のアメリカとの対話をしてくれというメッセージではないでしょうか。北朝鮮は明らかに アメリカだけを相手にししようとしています日本にとってもアメリカにとっても、もはや中国の仲介、それを頼みにすることはできないので,しょうで,きないのではないでしょうか。えー、もう一つのロシアは、実は中国が北朝鮮への石油の無償提供をある程度、細らせていますけれども、ロシアはそれを優勝で、つまり北朝鮮からお金を取りながら石油を売っているのが現状ですから、そもそももともと隙間狙いです。 これを考えますと、中国の役割に期待するのではなくて、もはや日本も自立した対応を整えるべき時期を迎えたと思いますが、河野外務大臣におかれては、独自の世界観と分析をお持ちの外務大臣だと思います。現状いかかがおかげでしょうか、はい、河野外務大臣、えー 北朝鮮がなぜこのタイミングでミサイルを発射したかということを、まあ、あのいろいろ考え方はあると思います、えー。断定的に政府として申し上げることは避けなければいけないと思っておりますが、あのこの2か月間、北朝鮮は新しいエンジンのテストなどを繰り返し、ミサイルの発射の準備をしていたことが明らかになりました。自制をする意図がないということははっきりしたわけでございます。あの 中国が頼りになるかどうかということでございますが、やはり北朝鮮の貿易の9割を占める、そして北朝鮮が石油を依存している中国が果たさなければいけない役割というのはかなり大きいというのは、きのうのティラソン国務長官との会談でも一致をいたしました。 あの日米として中国に果たすべき役割があるということは伝えていかなければならないというふうに思っておりますまたロシアは4万人近い北朝鮮の労働者を国内にいまだに抱えておりますあのそういう中でロシアも 安保ポリンの常任理事国でありますし六者会合のメンバーでもありますので中国同様に果たすべき役割というのをしっかりと認識をしてもらわなければいけないというふうに思っておりますあの頼りになるならないというところはいろいろご意見あるかと思いますがやはり両国にまずやるべきことをきちんとやってもらいたいということはこれからもしっかり申し述べていきたいと思います青山茂春君委員長 先ほど河野外務大臣は独自の世界観分析と申しましたがこれはあの自立した世界観分析という言い間違いでありました、えー、さて今度はあ防衛大臣にお尋ねしたいと思います、えー、府私は5月と8月にハワイ新島のアメリカ太平洋軍司令部をお尋ねしましたでもしあえて申しますが新朝鮮戦争というものが これからもしもあるならば、前線指揮を取るのはここの司令部です。米軍は米軍の任務として、年末に向けて、開戦という選択肢も大統領が取り得るように準備を万端整えていく、その現場の実感をまざまざと把握いたしました。トランプ大統領は依然、できれば外交解決でと望まれているのは変わりないと考えますけれども、米軍のこの臨戦態勢を、 北朝鮮よく知っていると考えられますマティス国防長官アメリカの国防長官の信頼も厚い小野寺防衛大臣におかれてはこの現状をどのように考えておられるでしょうか小野寺防衛大臣 まずあの、えー、せっかくですので、あの最新の、えー、昨日のミサイルの状況についてご報告をした上ご質問にお答えをさせていただきたいと思っております。えー、昨日の時点では、北朝鮮が発射した弾道ミサイルは、4000キロメートルを大きく超える高度に達し、約1000キロメートル飛翔したことを踏まえれば、ICBM 級の弾道ミサイルであったことは考えられます。またあの、北朝鮮は昨日、重大報道の中で、 全米を射程に収める超大型重量級、核弾頭弾を搭載可能な新型の大,型あ新型の大陸間弾道ロケット、火星15号型の試験発射に成功し、国家核武力の完成の歴史的大業を達成した旨発表をしております。また、今さになりまして、北朝鮮が、秘実不明ではありますが、発射実験についてのさまざまな報道がありました。 そうした前提に立って、判断いたしました現在の状況ですが、その飛翔距離および高度、北朝鮮が新型の火星15型と発表したこと、これまでに見られたことのない、旧軸のテル発射装置移動式の装置に搭載された様子が確認できること、弾頭の先端の形状が、ドント、これはあの丸みを帯びた先端であること、などを踏まえれば、 本年7月に2度発射された ICBM 級の弾道ミサイル、北朝鮮の故障によれば、火星14型でありますが、とは異なる新型の ICBM 級の弾道ミサイルであったと考えられます。またあの、今回、北朝鮮が公表した画像によれば、今回発射された弾道ミサイルは2段式であります。2段式というのは、推進力が2段についているということ。 今回の発射は旧軸の双輪型テルから切り離された上で発射されたという様子液体燃料推進方式の特徴である直線状の炎等が 確認をできますいずれにしても、かなりの能力を持った弾道ミサイルということで、私どもは引き続き、えー、しっかりした体制を取っていきたい、そう思っております。その上で、今、青山、えー、委員からご指摘がありましたが、さまざまな事態が発生した場合、防衛省自,自衛隊はしっかりとした対応を取りますが、当然、同盟国であります米軍ととも、まあ、に、 なな対応を取るるるこことととにもあると思いますその際の指揮になりますのが、ハワイの太平洋軍司令、ペイコムと呼びますが、その司令官、ハリー・ハリスさんも先日、防衛省に私のところに参りましたし、またその前には、在韓米軍司令、これは、まあ、半島有事が起きたときに、韓国軍を含めて国連軍の指揮を取るトップでありますが、 その方ともお話をしましまたいずれにしても、私どもは緊張感を持った対応をしていくということで一致したということで、現在の状況については、お含みをお聞きい,いただければと思います。青<上>山繁晴君。今の防衛大臣のまさしく緊張感の含まれたご答弁をお聞きして、えー、さらに今、 痛感しますのは、ま,あ、まだ分かりませんけれども、ひょっとしたら来月12月に、ある種決定的な事態も想定はしなきゃいけないと。でということはあ、今の小野寺大臣のお話にもありましたけれども、日本の備えを、実は本当は加速度をつけて、えー、間に合わせていく必要があります、仮に空振りに終わっても、さまざまな意味で抑止力にもなるし、本当は災害防止にも役立ちますから。 ぜひそれを取り組んでででいいいたただきたいんで指導者でいらっししゃる総理に以下はお尋ねしますまず、この予算委員会も含めまして、私、過去何度も地下鉄や地下街などを生かしていただく、それは弾道ミサイル、核弾頭であっても通常弾頭であっても、地下に避難するのが一番最善の道であり、しかも日本の技術力からすれば、 地下鉄も地下街も相当な深度、深さと硬さ、丈夫さを持っておりますから、ぜひそれを生かしていただく、生かしていただくのは決して難しくなくて、空調にフィルターをつけて、生物・化学兵器などの侵入を防ぎ、それから食料、水、医薬品を常備するということで、あとは避難訓練ができれば、簡便なシェルターとなります。で自由民はは実は国土強靭化とも併せてて二階幹事長長や片山政調会長代理らが中心になって 取り組みを始めていますけれども、政府の取り組みが実は正直なかなか今のところ見えません、えー。ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。総理いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣、ミサイル攻撃等の際の暴風からの直接の被害を軽減するため、コンクリート作り等のまあ堅牢な建築物や地下街、地下鉄車などの地下施設への 避難は有効と認識をしておりますこのため政府においては、本年6月に住民1人いただいた国民保護の在り方に関する提言も踏まえまして、堅牢な建築物や地下施設について、都道府県等による避難施設の指定を促進しているところであります。併せて現在、避難施設の在り方について、一定期間滞在可能な施設とする場合における必要な 機能や課題等にについいいててて省庁お検討を進めています政府としては引き続き、国民の安全と安心を確保するために、十分な避難施設の確保にしっかりと取り組んでまいります青山重治君。今、総理が有効であると明言されましたので、少し周囲を開く感があります。 ただこの地下鉄や地下街の入り口というのは、基本的には決して広くないです、でそこにもしもお訓練なしに、例えば車椅子の方ですとか、高齢者の方、あるいは子どもたちが殺到するとお、実は福島原子力災害でも似たことがあったんですけれども、避難、間違った避難によって、えー、犠牲が出るということが懸念されます。 でしたがって、これはもちろん、自然災害への対応にもなりますから、訓練をやることが必要なんですけれども、この頃自治体と政府が連携した訓練、行くばっかは行われていますけれども、その熱意はもちろん評価いたしますけれども、北朝鮮の弾道ミサイルは実は精度が上がっているんで、やっぱり東京を中心とした大都市部に狙いを定めて、もしもという場合ですけれども、あくまで仮定ですけれども、そういうことが考えられます。 したがって、一番大切な東京での避難訓練の遅れには、正直目を覆うものがあります。もしも都に動きが仮にないのであれば、水面下ではしっかり都に動きがあるのかもしれませんけれども、もしも動きないならば、政府の方から積極的に働きかけて、直ちにこの東京のほとんどすべての地下街や地下鉄の入り口について、近隣の住民の方々、あるいは学校の子どもたち、先生との訓練を行っていただきたいと思います。すすいまませんこれも総理お願いいますでできしょうか ただいま、青山委員からですねご指摘があったように、万が一弾道ミサイルが落下した際に自らの身を守るため、どのように行動すべきかを国民が理解し、そして避難行動を取ることができるようにするためには、実践的な訓練が必要です。 国と地方が協力をし、各地で避難訓練を実施をしておりますが、あ今、委員がご指摘になったように、関係者や調整事故が多い人口密集地での訓練は、ご指摘のとおり、なかなか実施に、東京含め、実施に至っていません。そううしたた中自民党からのご提言もいただきようやく 大都市部での避難訓練が実施され始めるよう始めることとなりました。明日にはですね、福岡市で実施されます。まあこれは市長はじめですね、福岡市の皆様さまにご協力をいただいているところであります。また市民の皆様にもご協力をいただくことになるわけでありますが、政府としては今後とも都市部での避難訓練の積極的な実施を自治体に。 働き,働きかけるなど、東京も含め、含めですね、国民の安心安全の確保に万全を期してまいりたいと思います青山茂治君。この後少しあの質問の順番を変えるかもしれませんが、あのお許しください。この北朝鮮に関しては、北朝鮮籍と見られる船が次々漂着しているという事実があります。実はこれ まあ報道が盛んにされているけれども、前から漂着はあったんですけれども、それにしてもやや異様な様相です。で、えー、この分析を今日十分にやっている時間、残念ながら予算委員会ではありませんけれども、例えば一つ問題提起いたしますと、二つ問題提起いたしますと、一つはですね、もしもこの上陸者ないしは侵入者、いわばやむをえず上陸した方も含めて、天然痘ウイルスに、 感染していた場合、北朝鮮が兵器化された天然痘ウイルスを持っているというのは、国連の専門家、専門家の間でももはや常識であります。でこれは飛沫感染といいまして、つばで移ります。で、この予算,予算委員会のこの部屋は、ちょっと神経質な方には親かもしれませんが、すでに僕の唾でいっぱいです。これは本当は目に見えない塵が漂っているんで、その塵の上に僕の唾や総理のつばや、えー、河野さん、野寺さんの唾も乗って、もう浮遊して、 いろんな人の鼻や呼吸したがって、天然痘ウイルスはそうやって、えー、広がっていくんで、もしも上陸者に1人でも感染させられた人がいたとしたら、これはワクチンを投与しない限りは、ほとんど無限というぐらい広がっていきます、その恐怖は核ミサイルの日ではありません、したがって今、例えば帰国を望んでいるならば、返せばいいじゃないかと。 あいうようよな雰囲気ももやや感じられれますけれどもでも、その例えば返すにしても、ですね北朝鮮に帰って、お前は日本に逃げようとしたんじゃないかと言われて、その北朝鮮の普通の例えば漁民だったら漁民、これは日本の大和隊の漁業権を侵したりする、うん、けしからん面も強いですけれども、しかしあくまで一漁民であったとして、その方が果たして北朝鮮に帰ったときに人権が守られるのかということを考えれば、 この今までも漂着があったからとか、あるいは帰国したいというんだから返すというような、その場しなぎの対応ですと、これは重大なことにつながりかねません。ここは、できれば警察庁と厚生労働省、それぞれからご答弁いただけますか。あえー、と事事務務局からか,事務からら回 警察庁警備局長、松本光弘君。その後まずあの漂着事案につきまして、お答え申し上げたいと思います。ご指摘のとおりでございまして、11月25日に新潟県佐渡市で1人の遺体発見、また27日には秋田県男鹿市で8人の遺体が発見。 さらには、えー、生きている、えー、漂着船員といたしまして、11月23日深夜には秋田の由利本荘におきまして、えー、国籍不明ということでございますが、えー、男性8人を発見し、えー、付近で男性らが乗っていたと見られる、えー、木造船も発,生、えー、して発見しているところでございます。えーまあ、警察といいたたしましししままてては平あの平素から関、えー、関係機関と連携いたしまして 我が国への不法上陸等の水際措置に努めておりますけれど天然痘というご指摘のような可能性もありうるということは十分に考慮いたしまして、検疫当局と関係機関と緊密に連携した上で、国民の生命や身体を守るために、必要な備えをしっかりと行ってまいりたいと考えているところでございます厚生労働省健康局長、福田祐介君。 お答えいたします我が国に外国から漂着された場合には、感染症法や検疫法等の規定に基づきまして、検疫所職員と自治体職員が連携をいたしまして、健康状態の確認などを行うこととなっており、今般の事案についても適切に対応しております。また、天然痘ウイルスを持つ者が漂着した場合の懸念につきまして、ご指摘をいただいたところでございます。厚生労働省としては、そのような事態に備え、 天然痘ワクチン等の備蓄や天然痘の対応指針の策定などを行っているところでございます厚生労働省としては感染症法や関係関連指針の規定に基づきまして関係機関とも連携の上適切に対応してまいりたいと考えておりますおこ木国家公安委員会委員長国家公安委員長でございます あの漂着案件につきましては、我が方の警備局長から申し上げたとおり、11月に入りましてから、23日、25日、27日と、それぞれ秋田県が2件、そして新潟県で1件ということでございます、そこで北朝鮮からのミサイルという話でありますから、これは相当です、ね、重い状況であると私も思いまして、警察幹部には、不断の注視、これを怠らないようにと。 先生ご懸念のもも踏まままえててこれからも指導しいいりたいと思います天然痘につきましては、また関係当局、例えば検疫当局等、関係機関と緊密に連携をして、国民の生命、身体を守るために、必要な備えをしっかりと行っていくよう、改めて警察を指導してまいりたいと存じております青山茂治君。 あの今、いわばあえて複数の省庁にお答えをいただき、国家公安委員長からまとめていただいたんですけれども、例えば天然痘という病気は1980年に撲滅されてて、ということは、すでに日本で見たことのあるお医者様は実質いらっしゃいません。したがって、初期の症状で赤い斑点が出たときに、これが何かの食あたりじゃなくて、天然痘ウイルスじゃないかということを判断できる広範な体制が必要で、 それは当然、省庁の垣根を越えなきゃいけませんから、今、複数の省庁の答えをいただいたのは、より連携を深めていただきたいという趣旨であります。これはあのご答弁入れません。時間がどんどん経ちますので、先ほどお約束した森友の件に次を移りたいと思います。森友学園,の学園への国有地売却をめぐって、会計検査院の報告が出されました。 この報告の全文を繰り返し読みますと、政府にとって厳しい指摘もなされています。これはまず、会計検査院が独立して、きちんと検査を行うという意味で、日本の健全さを物語るものではないでしょうか、まずその意義づけについて、会計検査院長にお聞きします会計検査院、川戸委員長。 本件につきまして、会計検査院は、本年3月に予算委員会から検査のご要請を受けまして、検査を進め、11月22日に検査の結果をご報告いたしました。会計検査院は、憲法上内閣に対して独自した地位を有する機関として、本件につきましても公正かつ厳正に検査を実施し、その独自の判断に基づいて、検査結果を報告したところでございます。 今回の報告をご要請いただいた国会でのご議論の参考にしていただければと存じます。大山茂君、はい委員長えー、総理、えー、今申しましたとおり、政府に対して、えー、厳しい指摘もありますで、えー。その指摘を受けた責任と、それから会計検査院の検査の意義についてお考えあればお答えください。安倍内閣総理大臣 会計検査院の報告書を踏まえた、本件国有地売却に関する政府の立場は、今まで財務省が述べたとおりでございますが、私はかねてより、国有地の売却価格については、会計検査院がきっちりと厳正に調査するものと思っているということを申し上げてきたところであります。今回の報告は、国会からの要請により、独立した行政機関である会計検査院によって実施されたものであり、 政府としてその指摘については、真摯に受け止める必要があると思っています。国有地は国民共有の財産であり、その売却にあたっては、国民の疑念を招くようなことがあってはなりません。今回の、今般の会計検査院の報告、さらにはこれまでの国会等での議論の中での厳しいご指摘があったことも踏まえ、私としても国有財産の売却について、 えー、業務の在り方を見直すことが必要と考えております。今後、官邸省庁においてしっかりと見直しをさせていく考えでございます青山茂春君。あのこれから会計検査院の報告の中の具体的な指摘に踏み込んでいきたいと思うんですが、その前に一点だけ、憲法65条には行政権は内閣に属するとあります。内内閣閣総理大臣ではなくて内閣に属すると でその内閣はどうやって国の施策、行政を決めるかというと、これは閣議で決めますが、閣僚の皆様、よくご存じのとおり、これはラウンドテーブルで、えー、つまり全一でないと決められないのが日本のお定めであります。でしたがって、安倍一強という造語があ盛んに、人口に解釈されましたけど、実はこれ、制度からして、えー、不祥ながら政治記者の経験からしてもあり得ないことであります。 総理は小学校の土地取得や、一学部の新設に関わることはできないと考えていますが、それも踏まえて、会計検査院の報告を振り返りたいと思います。それで、会計検査院の報告におかれましても、この経緯というのを手際よく整理されているわけですけれども、それも含めて、ただ、会計検査院の報告だから全部正しいと言い切るつもりはありませんけれども、たくさんの、つまり、 どれぐらいでしたかこれぐらいの,あの実際の土地の書類とかも全部点検してえ、経緯を整理してみれば、あややこしく見えて、実はそう複雑な経緯でもないです。というのは、もともと伊丹空港の騒音被害地域があって、そこで騒音が技術開発減ってきたので、売ろうとしたと、売ろうとしたから大阪航空局、国交省の一部が調べてみたら、基礎などの土壌汚染と廃材コンクリートをはじめ、地下のゴミが,がたくさん見つかったと。 で豊中市が公園にしてくれるという話だったと、つまり公園ですと盛、盛り土をすれば済みますから、しかし、豊中市が公演してくれたのは一部であって、あとは残って、それから森友が出てくる前に、ある音楽大学も検討されたようですけど、結局おと、お断りになったと、で、えー、政府っていうか財務省としては、これは当然、法の定めで、学校などの公共目的に優先的に情報を開示することになっています。 きちんと言えば、公用・公共用の取得希望の受付っというのをやります、でそれを見て、森友学園が手を挙げて、で大阪府の私学審議会が、この森友学園に今までの幼稚園だけじゃなくて、小学校の開校を認可するというので、それを条件に、えー、財務省の近畿財務局、国土交通省の大阪航空局が、まず貸し付け、その後、買い取りという、これははっきり言って、異様な契約だと僕は思いますけれども。 その契約をいたしたとで、その後に森友学園側が見込み以上のゴミを見つけたと主張して、急に借れるんじゃなくて買うと連絡をしてこられて、さらに開港予定にこのままでは間に合わないと迫ってこられたと、そこでこれ以上ゴミが出ても、国はもはや責任を負わないという条件、すなわち難しい言葉で言えば、貸し担保責任、免除特約というのをつけて、売買を完成させようとしたと。これ実はですね これあの会計検査院の報告のお実物ですけれども、ここの68ページに、えー、実はあ非常に赤裸々に書かれています。すみません、ちょっと読み上げますが、大阪航空局は、国有財産売買契約書において、本県土地に関する一切の貸しについて、国の貸し担保責任を免除する特約条項が付されることを前提とし、小学校の校舎や児童の生活の安全性の確保の観点も、 ま検証可能なあらゆる材料を用いて、地下埋蔵物の存在を見込んだためとしていると、でこれ、あえて答弁を求めませんが、これ、普通の感覚で読めばですね、えー、つまり、これからどれほどゴミが出るかわからないので、えー、子どもの安全に関わっても困るから、ありとあらゆるまあ理由をつけて、えー、前広に、えー、つまり多めにゴミを見,つ見積もったんじゃないかと、そう書いてませんが、 普通の常識人の感覚で読むと、そのようにも読めます。で、こうしたことを全部踏まえますと、財務省の責任の一つは、学園理事長らの要求に振り回された実態が浮かび上がるんではないでしょうかえ。特に、この一旦借りて、つまり金がないから一旦は借りて、土地を。で、やがてはそれをちゃんと買い戻すんだと。小学校を経営していったら、10年後に買い戻せるってことになっているんですが。 これ、普通の人であればあるほど、傍聴されている国民であればあるほど分かるのは、そもそも幼稚園の経営がかなり難しかった上に、子どもが減っていく中で、10年後どうして今、買えない土地を買えるのかという、これ、例えば民間の企業だったら、当然財務省票のチェックするときにそれをやったはずですけれども、明らかに財務省は甘かったんじゃないかと思います。それから、例えば開口が迫っているとか、さらに記録を読めは繰り返し出てくるのが、損害賠償を請求しますよと。 いう言葉にもまあ屈したというふうに感じられます、これをいかがお考えでしょうか、財務省、いかがでしょう財務省、財局長今ほど先生から多数ご指摘をいただいたことを踏まえて、ご答弁申し上げます。 本県土地の処分につきましては、これまでもこの国会の場でご説明して,いるとしておりとおりでございまして、29年の4月に開港が予定されていると、そういうもとで、校舎の建設工事が進む中、昨年、平成28年の3月に新たな地下埋設物が発見をされ、森友学園側から損害賠償請求のされるという恐れもあるなど、われわれとしては切迫した状況だという中で行われたものだというふうに思ってございます。 将来にわたって国が賠償の責任を一切問われることのないよう、貸し担保責任を免除する特約条項をするということも含めて、ぎりぎりの対応であったというふうに考えてございます。あの本件土地の処分は、こういう状況下で行われたものでございますけれども、会計検査院の報告においても、国有財産の管理処分手続きについて、さまざま指摘がなされております。財務省ととししててては重く受けけ止めなななればならないと思っておりまして、えー この会計検査院の報告や、またこれまでの国会等での議論も踏まえまして、国有財産の管理処分について、きちんと見直しを行ってまいりたいと考えてございます大山茂春君。あのできれば前向きな答弁と評価したいんですけれども、一番肝心なところ、つまり将来の資金繰りに対する審査力。 これがないと、また似たようなことを起こしかねませんからあ、その審査力をどうやって現実に強化されるのか、もう少し踏み込んでお答えいただけないでしょうか財務省、太田理財局長、えー、今、先生ご指摘のお話は、本件土地の売却の際、円納という、つまり分割払いということをやっておったものなんですが、その審査にあたりまして、近畿財務局は、一つには過ぎた年度および最新の財務所長、所標。 もう1つは収支計画と借り金の返済計画、これにを検証したということでございます。ただ、このうちの収支計画および借り金の返済計画は、あくまでも将来の計画だ、不確実性が伴うということで、先に申し上げた財務省を中心にして検証を行ったということでございます。 これについて、会計検査院からは、相手方の収支計画をより深く分析し、小学校建設に関する契約書と突合するなどしていれば、検察費の妥当性を検証できたのではないかという点を指摘されておられまして、先生からご指摘いただいていることも基本的にそのラインだというふうに思っています。で、私どもとしては、先生のご指摘、こういう中で現実的に審査能力を強化しろというお話だと思いますその通りりだと思っております。 そこで私ども財務局は、国有財産だけではなくて、金融、特に金融検査も担当している部局を持っております。で金融検査は、各金融機関が個人あるいは企業の方に融資をして、その融資をしたお金が返ってくるかどうかというのを審査するのが本業、仕事でございますので、そういう部門のノウハウを十分生かして、人事交流も含めて、徹底的に審査能力を強化を図るということを行っていかなければならないと思ってございます。君 この会計検査院の報告が出たことの意義の一つは、これから頑張りますというだけではなくて、実際にもし国や国民に損害を与えているならば、それを取り戻さなきゃいけないんです、これも実は、なぜかあの前の審議でもあまり、前の通常国会の審議でもあまり出てきませんでしたし、メディアにも出てきませんが、これ、現実に不当な支払いなどによって、国庫に実際の損害を与えたのか、与えていないのか。 そこお答え願いますか大谷財局長すみません、今、先生から実際に国庫に損害を与えたのかというご質問をいただきました、そのことと合わせて、その手前で一言だけ申し込させていただければと思います。あのいずれにせよ、先生がご指摘の中で、貸し担保責任というお話をいただきましたで、これは私どもとすれば、先ほど先生のご質問の中にありました、あ 豊中の隣にある公園の土地の話、あるいは、あこれまでの国会の議論でもと、あの、給食のセンターの話というようなことがございます。で、そういう、まあ、いろんな、あその地、当該地域の土地の事情というのがございましたので、そういう事情を踏まえて、将来的なあ賠償責任のリスクを遮断する、断ち切るという考え方から、あ 貸し担保責任、将来の損害を負わないという特約を結んだということでございます。その上で、先生からご指摘をいただいた不当な支払いみたいなことがないのかということでございますが、一つには、本件土地について、森友が小学校の認可申請を取り下げたことを受けて、国は本年6月29日に売買契約に基づく買い戻し権を行使、土地は返還をされております。それから、国が森友学園に有益として支払いました。 1> 約1億3000万円のうち、森友学園が後になって課題に請求したことが分かりました。その約2100万円についてはあ、先ほど申し上げました土地の買い戻しに伴いまして、売買代金の即納金、向こうからこちらに納められたものが2787万円ございましたんで、これを森友学園側に返還する必要がありましたことから、今の2100万円を、2787万円と総裁をして、国に返還をさせております。 なお、2787万円と2100万円の差額の部分につきましては、その他、さらに違約金の支払い請求権等々ございましたので、それとも捜査をして、2787万円については、国から森友学園側に実際の支払いは全くございません青山敷晴君。結果的にあの国庫に、あるいは国民の財布に損害を与えていないならば、それは結果的にはもちろん、えー、帰還とすべきですけれども。 ただ、財務省は、森友学園側に騙された被害者のつもりかもしれませんけれども、プロであるべき財務省がもしも騙されたならば、国民に対しては加害者となりかねないです。えー、ここは責任と改善策も含めて、財務大臣のお考え、かせ願いますか麻生財務大臣これは会計検査院の報告では、国有財産の管理。 処分手続きについて、いわゆるさまざまな指摘がなされておりまして、財務省としてはこれは重く重く止めなければならんところだと、そう思っております。その上で、今後、国有財産の管理処分について、手続きの明確化、売買価格の客観性を確保を図ると、同時に、国有財産の管理処分に関わります経緯等について、合理的な後付けとか、また検証をより確実なものとすべく、 適切かつ十分な文書管理の徹底というものを図っていかねばならいと、そのように言っておあもう、私どもとしては理,か理解をいたしております青山重治君、えっと。この森友について、えもう一点、これはあの先ほど引用しました会計検査院の報告について、会計検査院の委員長にお伺いしたいんですけれども、今、理財局長の話からも、そのこの森友があ取得しようとした土地のお近隣の土地、 すなわちこれは実は豊中市が、一つは部分的に公演しました、一つは給食センターを建てようとした。で、この土地がですね、その森友学園が取ろうとした土地がおよそ8800平方メートル、給食センター予定地が7200平方メートル、公園になった土地が9500平方メートルで、まあ、違いますけれども、大ざっぱに言うと、おややに通っていますね。 で一方、この小学校予定地の売却価格は1億3千万円だとで、これは不動産鑑定価格の9億6千万円からあ、平たく言えばごみの撤去費用の見積もりを、うん、8億2千万として、それ引いたらこうなったと、でこの1億3千万が安いということで、えー、問題になっているわけですけれども、この給食センター予定地というのは、地下に埋まっているごみが、まあ、調べれば小学校の予定地より浅いです。 浅いけれども、ごみの撤去費用として実に14億3000万円が見積もられているとで、これはこれからどうするか、まだ協議中ということですね、それから公園の土地は売却価格こそ14億2000万円です、だからあマスメディアは小学校の予定値は10分の1になっているんじゃないかと、けしからんということで報じられたんですが、これは僕は記者出身者としても一種の広報だと思います。というのは、豊中市は国から補助金と交付金を受け取っていて、実際に支払ったのは2000万円です。 したがって本当に比較するなら、この2000万円と比較しなきゃいけないです。えこれがですね、会計検査院の報告に全然ないわけじゃなくて、調べた形跡があるんだけれども、これをどのように受け止めているかについて、記述がないんですけれども、できれば委員長からえ見解をお聞かせ願戸田第三局長。お答え申し上げます。 委員のお尋ねは豊中市における取引事例等と比較した本県土地の売,買売却価格の適正性に関するお尋ねと理解いたします。お尋ねの給食センター予定地につきましては、豊中市が約7億7000万円で購入し、地下埋設物の撤去費を14億3000万円と算定したという内容の報道があったことは承知してございますが、詳細については承知してございません。 また、お尋ねの豊中市あ、お尋ねの公園用地についてでございますけれども、えー、国が14億2386万四円で豊中市に売却した後、土壌汚染が判明したことから、賠償金が国より2328万四円支払われて、えー、ございます。また別途、えー、公園用地の取得を目的とする国保助金等、約10と、えー、計14億262万四円が豊中市に交付されていると承知でございます。 公園用地の売却額からこの国庫補助金等の額を差し引きますと、委員お尋ねの実質2000万円に近い金額になるかと思われます。 なお、えー、今回の報告書におきましては、学校法人森友学園に対する国有地の売却に関する価格算定手続きの適正性について検査をいたしました結果、本県土地にかかる地下埋設部の撤去、処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を書えていたと認められたことなどを記述しているところでございます。青山繁治君。 で今、会計検査院があの最後におっしゃったことは、僕も理解します、えーこの。この検査の本件は、あくまで森友学園の国有地にか、えー、取得に関することですから、それですみません、時間がもう半ば過ぎてますので、えー、加計学園の岡山理大の方に移りたいと思います。でこれもさっきの森友学園をめぐることともと同じように、改めて経緯を資料、原子炉に基づいて整理してみますと、 実はこれもそう複雑なことではないと、ないのではないかと思います。でむしろ従来は鳥インフルエンザ肯定疫、抗体期救急病、まあ、正しく言えば BSE といった人類の新しい教威があっても、同じ、えー、教育しかしなかったという現実がなかなかと続いてきまして、えー、これはあの私個人の見解でありますけれども、これまさしく既得権益であります。この既得権益を支えたのは、獣医師会、有力な大学、一部の政治家、 そして文科省だったのではないでしょうか、国家戦略特区によってようやくこうした脅威に対治できる端緒を、あくまで端緒だと思いますけれども、端緒をつかんだのが、今回の獣医学部の,学部の新設でないかということは、えー、むしろないかじゃなくて、このように言い切られたのは、7月10日と7月25日の閉会中審査における、加藤森幸紀前兵媛県知事の証言でありました。でしたがってですね もちろん少女、主従いろんなご意見あると思いますけれども、私の視点でお聞きすれば、逆に文科省にお尋ねしたいです。なぜ半世紀以上もこういう新しい脅威に対峙できる獣医学部を作らなかったのか、えー、文科省に責任はないのかと、文科省に独自の見解があれば、それも踏まえてお聞きしたいと思います。林文部科学大臣 今、委員のお話がありましたように、文科省の告示で、獣医師の要請に係る学部等の新増設、抑制をしておるところでございますが、これは獣医療行政を所管する農林水産省における人材需要の見,見解を踏まえた上で、抑制方針を取っているということでございます。 で獣医学の分野では、人材供給の規模は国家試験の合格者数によることになるわけでございますが、この受験資格が、まあ、獣医学部を修了することで付与されるということで、この国家試験の、国家試験の受験者の質が、まあ、当該分野で活躍する人材の供給に直接影響するためにです、ね、受験者の質と規模についても、一定程度の水準を維持することが必要でございます。 でまさに委員お分かりのように、この人材育成は相当の時間を要するということもあるわけでございまして、えー、こういうことから農林水産省のです、ね、人材需要に係る見解を踏まえて、昭和59年以降、今お話があったように、獣医師養成の学部の新増設について、抑制を行ってきたところでございます。で今回の獣医学部の新設ですが、戦略特区のプロセスの中で、えー、この関係省庁の合意の下で、えー、進められてきたところでございますが、 この今回の獣医学部は先端ライフサイエンス研究、地域における感染症対策など、新たな、まあ、ニーズ、今おっしゃってるんですね、ことが認められたということで、その中で実は農水省においてです、ね、今回の特区による獣医学部の新設は、先端ライフサイエンス研究の推進など、内閣府が把握している新たな需要があるという前提の下で、 獣医師の受給に影響を与えないという判断があったということでございますので、その判断のとに、文科省としても国家戦略特区のプロセスを進めるということについて動揺し、先ほどの国人の特例ということで,です、ね、この規制改革の措置がなされて、その結果、この設置認可の申請ということに至ったと、こういうことでございます。大山茂君 文科大臣すみませんあの、通告外ではないけれども、今お聞きすることは、今、大臣の見解をお聞きして、いわば付け加えてお聞きしたいんですけど、林文科大臣として、今おっしゃったお話はよく理解するんですが、この、うん、文部科学省の在り方として、いわば省の体質として、それまでの既得権益に甘いと。 むしろそれに乗っかっていれば、無事に省内でも、あえて言えば出世もできるし、波風も立たないとで、それに抵抗すれば、まあ、どなたかということは言いませんが、例えば、別に加藤さんの応援するわけではないけれども、知事になられてから拉致被害者の救出に一生懸命当てられたりすると。 いう方であれば、実は時間までいかずに官房長で終わったと、まあ、別の理由があったという話もありますけれども、そういうこともあります、何をお聞きしたいかというとです、ね、この際、文部科学省はその、例えば国民から見たら、文科省というのは、例えば日,本日教層に対しても、それなりの見解を持って対峙してくれるというような期待が。 もちろん日教層の味方する方もいらっしゃいますが、さまざまな考え方ありますけれども、そういう役所と見ていたのが、実は、労組がどうこうというんじゃなくて、そもそも敗戦後、日本社会の既得権益にぴったり寄り添っていくのが文科省の歩みだったんじゃないかと、そうするとこのお家計の件をきっかけにして、林文科大臣という見識のある方が、この文科省の在り方について、えもう一言踏み込んでお話しくださればうれしいんですけれども、いかがでしょうか。はい <laughs> 林文部科学大臣あの、まあ、過去、いろんなことがあったというご指摘でございますが、私、着任してからです、ね、やはりこれだけ大きく社会が変動していくと。 いう中でやはり、えー、この教育というのは長い時間かけて、例えば小学校に入った方が、ですね社会に出るまで、えー、十数年の期間を要してからなるということですから、やっぱり常に先を見通して、ですねどういう教育が次世代に必要かということは、しっかりとやっていかなければならないというふうに。 思いを新たにしておりまして、まあ、よくソサエティー5.0とこういうふうに言われておりますが、ソサエティー5.0というのは、一体どういうことになるのか、そういう社会を生きていくためにです、ね、まあ、どういう人材が必要なのかということをもう一度しっかりと検討して、そしてそれを教育行政に反映していきたいということで、大臣を中心とします有識者懇談会を発足させたところでございますので、しっかりとそういう気持ちで取り組んでいきたいというふうふに思っております、はい、青山茂治君。はい その上で,です、ね、この新設される岡山理科大学に話を戻しますと、まあ、とりあえず1個、とりあえずっていうべきなのか、1個に絞ってくれという要望が出されたのは獣医師会からでありました、で京都産業大学、関係者のお話をお聞きしても、準備が整わない、特に先生が足りないということで、ご自分からいわば降りられたと。でということは、今後、今、大臣がおっしゃった その文科省の取り組みの変化も含めると、岡山理科大学だけにとどまらず、ニーズを点検しながら、次の獣医学部も積極的に新設を検討すべきじゃないでしょうか、そこはいかがでしょうか林文部科学大臣先ほどお話ししましたように、獣医学部の新設または定員増については、今までは獣医療行政を所管する農林水産省の受給に関する見解を踏まえて、 昭和59年以降抑制をしてきたところでございますで先ほど申し上げましたように、今回の新設については、特区の枠組みの中で関係省庁との調整を経て認められたものでありまして、今後、さらに獣医学部の申請を認めていく場合には、まずはま内閣府を中心に農林水産省、文科省が連携して、需給の動向も考慮しつつ、国家戦略特区の枠組みの中で検討を行うものと考えます。また併せてです、ね 獣医系大学の入学定員のあり方については、先生から今お話があったとおり、地域の感染症対策といった新たなニーズへの対応等々です、ね、さまざまな需給の増減要因等を総合的にまあ考慮していく必要があると、こういうふうに思っておりまして、そういう意味で今後、農林水産省はじめ関係省庁と連携してです、ね、質の高い獣医師の要請や確保、獣医師の偏在への対応等について、しっかりと検討してまいりたいと思っております、はい、青山茂春君。 えっと今は、この他の獣医学部ということをお聞きしたんですが、この認められた岡山理科大学獣医学部についても、実は課題があると思います。でまあ、早い話が6年後、果たしてその新しい脅威に対応できる獣医師が育っているのかということがあります。それから とりあえず出発時点で、教員の方々に比較的高齢者が多いということも指摘されています。そうしますと、大学の自治ということは当然尊重しつつも、この岡山理科大学獣医学部が設置計画を確実に履行できるように、文部科学省としては、認可後もしっかり確認していくべき、いわば、うん、堂々として一緒になって育てていくやり方も必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 林大臣大変大事なご指摘だと思っております。学部等が開設された場合にです、ね、開設年度に入学した学生が卒業する年度、これ、完成年度と呼んでおりますが、これまでの間は、大学設置学校法人審議会、いわゆる設置審議において、設置計画、これの履行状況、調査をしております。で具体的には毎年、書面による報告を求めるほかにです、ね、必要に応じて実地調査。 面接調査を行っておりまして、この履行状況に今、委員からご指摘だったような課題が生じて、 いいいる場合はです、ね、必要なな指導をを行っっててて速やかにに改善を求めていくととうことになっておりますで本県の岡山理科大学獣医学部についても、まあ、実習計画や教員組織編成、今お話がありました、えー、それに関してはです、ね、認可後留意すべき事項ということで、留意事項をしておりますので、これらの留意事項への対応を含めた設置計画について、確実にです、ね、履行することができるように、適切に確認をしてまいりたいと思っております。 青山茂春君、えー、岡山理科大学獣医学部はあ、まあ、特に最近の地方の大学では、例外的な注目を浴びているわけですね。でえー、国民のさまざまな声を私自身も受け止めておりますが、この岡山理科大学獣医学部自らのご方針として、留学生の受け入れ拡充を図っていると、で特に韓国に働きかけているというのは、 確認された事実でありますで私は、まあ、議員になった後も、東京大学と近畿大学で教鞭を取っておりますので、その立場からも留学生というのは大歓迎で、僕は中国、韓国、厳しく事業で批判しますけど、特に中国、韓国の留学生がいると、横に寄っていって、共に対話するということをやっていますから、留学生の受け入れは本来望ましいことだと思います。ただし今回のの学部申請というのは特に これは加藤証言にもありましたけれども、都道府県庁、自治体の公務員としての獣医師さんが不足して、つまりペットのお医者様は、特に大都市にたくさんいらっしゃるけれども、その公務員として身を粉にして、例えば宮崎県で公邸疫が大流行して、40万頭近い牛と水牛と豚が殺されざるを得なかったわけですけれども、そういうときにも、本当はもっと県庁にたくさんの獣医師さんがいたら、 違う対応はあったかもしれないと、分かりませんが、みんなが努力したことですから分かりませんけれども、したがってです、ねえー、もう一回言いますが、大学の自治を尊重しなきゃいけませんけれども、都道府県庁の公民となるべき従事者が不足していることに着目して、えー、認可を認めるんであれば、まず日本の足らざるを補うべきであって、えー、留学生の拡充云々はそのあとのことではないのかと思うんですけれども、えー、これ、あの、 林文,いやいや文科大臣からもお答えいただければいただきたいですし、それから斉藤農水大臣から、このそもそも公務員の獣医師が足りないということに、この岡山理科大学だけに責任を負わせるわけにもい,いきませんから、できればお答え願いますでしょうか林大臣えまず私から。 お答えいたしますが、この構想はいろんな目的がです、ねまあ、書いておりまして、その中の一つにはです、ね、国際的な獣医学教育拠点大学として、国際的な諸課題に対応できる獣医師の要請,へ要請というのがありまして、それに向けて海外の獣医系大学とも連携を充実させ、アジアから優秀な学生を受け入れ,受け入れると。 こういうことが書いておりますので、そのことにこの対応してということが一つあるということでございます。一方でですね、この地域封じ込め対策に基づき、危機管理、感染症、食品安全に対応する国際獣医事等の公共獣医事に関する教育研究を推進すると、これも書かれておりまして、四国において活躍する獣医師の供給を目的として、四国入学枠というのも設定をしですね、 対象者には授業料減額補助を行う制度を設けるということでございますで、こ大学によりますと四国入学学の対象となる条件としては四国内の高校に在籍及び在住し卒業後一定期間四国においてですね、従事として従事するということを求めるというふうに聞いております斉藤農夫大臣 鳥インフルエンザや更定期など、ですねあの貿易業務に携わる公務員獣医師など、産業動物獣医師は地域の畜産業をさせる重要な存在であるわけでありますけれども、今委員ご指摘のように、地域によっては産業動物獣医師の確保が困難なところもあるというのが現状でございます。でこのため、公務員獣医師の処遇改善方策の導入や、ですね一層の拡充を支援するために、農水省としては、 各都道府県での獣医師の初任給の底上げの状況などをですね、情報提供を行わせていただいておりますほか、地元に就職することを条件にですね、獣医学生等に対して就学資金を貸与する事業を行う地域をです、ね、支援をさせていただいてきております。この就学資金につきましては、平成26年度からは、獣医系大学に進学する高校生に対しても、入学金、 などを含む就学資金の対応を開始したところでありますし、さらに今般、畜産の現場からの声も踏まえまして、30年度概算要求では産業動物獣医師を志す獣医学部生、獣医学生等に対する就学資金の拡充も盛り込んでいるところでありますので、今後とも都道府県と連携して、この地域の偏在というものに対処してまいりたいと思っておりま青山茂雄君。 あの今、斉藤農水大臣から、あのそういう,うよき制度があるということをお話、お伺いしたんですけれども、例えばあの防衛医大とかですね、そういうところの制度は知られているけれども、今お話しくださった制度、実は私もよく知りませんでした。で改めて、えー、僕は例えば東大ですと、教養学部で教えてますから、理科にいるに行く学生もいますで。彼らに聞いてみても、あんまりそういうこと知らないんですよね。 したがって、今後、志を持った若い人が、この人類の新しい脅威に立ち向かえるように、ぜひ広報もよろしくお願いいたしたいと思います。それで、皆さん聞き取りにくい早口でしゃべったおかげで、まだ8分あります。あと2つお伺いしたいと思いますが、1つは総理に、先ほど北朝鮮の関連で後回しにしたんですけれども、もう1点、これ、通告してありますが、 北朝鮮のさまざまな現状、この漂流者、漂着者が増える、でそれも上にまた苦しみ始めたようで、えー、日本にとっては許せないことですけれども、排他的経済水域の中で不当な量も増えていると、そういうことも全部含めて考えると、拉致被害者の方々の救出については、最初にして最後の決定的な機会が訪れる可能性はあります。 あの決してチャンスとか言うつもりはありません、それはもしも例えば有事になれば、朝鮮半島の普通の人々も、あるいは日本国民も苦しむことになりかね,なりかねませんから、チャンスとは言いませんけれども、機会が訪れる可能性があると、したがって総理、えー、先立だっての予算委員会でも、私,は私から包括的、吸収チームを編成していただけませんか、訓練も開始すべきではありませんかということを申しました。もう一度申しますが自衛官官官警察官消防官 消防官というののははしだけででなくて危機管理のプロでもありますそういう方々に加えて、医師、看護師、保健師、あの飢えた国で、横田めぐみさんでいえば、40年間も取り残されてきたわけですから、当然、医師、看護師、保健師が必要であり、えー、それから北の方言の分かる通訳、それから本当はあ日本に帰ってきて、40年、50年後の社会に突然放り出されるわけですから、あその対応ができる人々も含めた、 いわば包括的な本当に包括的な意味の救出部隊を編成していただきたいまず編成しないと訓練も始められませんで、訓練して全部手の内見せるわけにいかないという答弁も政府側からありましたけれどもしかし見せる訓練と見せない訓練があるのは当然でありますぜひこれたくさんの省庁にまたがりますから総理のリーダーシップを置いてほかに可能性はありませんいかがでしょうか総理安倍内閣総理大臣 拉致問題の解決はです、ね、安倍内閣の最重課題であります。どんな事態の中においても、拉致被害者の安全確保を図っていくことはです、ね、当然、国の責任であると認識をしております。委員ご指摘のとおり、在外法人の保護、救出が必要となる場合には、医療などあらゆる分野の人々の力を結集し、関係省庁が一丸となって対応に当たることが必要であると。 認識をしていますまた、政府としてはです、ね、平素から在外法人の保護や救出が必要となるさまざまな状況を想定し、必要な準備、検討を行っております、そして平和安全法制によってです、ね、可能となった保護措置等の訓練についても、順次、まあ、この法律はできましたから、順次実施をしています。そののような訓練等の機会を 活用するなどしてです、ね、官邸省庁の、官邸省庁間の連携を、えー、まあ今後です、ね、さらに深めていく考えであります。えー、まあそこで、えー、まあその訓練の公開等でございますが、あの基本的にはですね、えー、まあどのような訓練をしているかということについては、救出にも関わってくることでございますので、えー、公開は基本的にはですね、えー この慎重にならざるを得ないと、こう考えているところであります。そしてまた、同時にですね、自衛隊の活動については、国際法上の観点や我が国憲法の、憲法上の観点から、一定の制約があることはご理解をいただきたいと思います。さらに、半島有事の際に、拉致被害者の方々の安全確保のためには我が国自身の、我が国自身の努力に加えまして、 同盟国である米国のですね、協力が特に重要であります。もちろん、米国頼りだけではなくて、我が国ができることをですね。についても全力を尽くしていくわけでありますが、同時に、やはり米軍の協力も極めて重要と考えておりまして、これまで、米国に対して、拉致被害者に関する情報を提供してきております。そして、また、拉致被害者の安全が脅かされるような事態に至っては。 拉致被害者ののの安全確保のための協力をを米国政府にも依頼をしておりますどんな事態においても、拉致被害者の安全を確保することは極めて重要であり、状況に応じてさまざまな手段を駆使しながら、政府全体として、拉致被害者の安全確保に万全を期してまいりたい、全力を尽くしてまいりたいと思っており青山繁治君。委員長あの実はの 予算委員の端くれとして、あの隅っこであの総理の答弁の中に、お聞きした総理の答弁の中に、米軍に救出を依頼してるからっていう一言があって、えー、ちょっと心配してたんですが、今おっしゃっていただいたので、あくまでも日本が自国民を救出するんであって、アメリカにその協力を求めてるんだという趣旨だと理解いたしました。さ、まあ、あさっきあの太平洋軍司司令令部ににたたた話もももししましたけれれども小野寺さんかから名前に出た春司令官置ても 拉致被害者の救出に深い関心を持ってくださっているというのはよく伝わってますので、や、まあ、はり司令官、お母様は日本人ですから、そのこともあると思いますあの、必ず機会を生かせる体制を作っていただきたいと思います、で最後に、えー、最後にお聞きしたいのはですね、えー、実はあ、急に、んはい、最後とは限りませんが。はい、あのー 実はですね、あの残り4、5分、あのゆっくりあのお話したいと思ったんです、それで最後と申し上げたんですが、実は急に話が変わると思われるかもしれませんが、与党のおご遺骨う、英霊の方々のことです。でこれはあ、安倍総理はあご記憶かどうか分かりませんが、あ私が民間人、民間の専門家の発祥連のときにあの、松岡利勝農水大臣が辞決なさった、その翌日にたまたま総理の目にかかって、 そのさなかで、総理は恐らく外交安保についてお話をお聞きになりたかったのに、第一安倍政権のときです、えー、僕から妖刀のおお英霊があ半分以上帰ってきてないと、えー、2万1000人が戦われて、えー、その時点では1万7000人、8000人が取り残されたままでしたあの、南方戦線でもどこでもたくさんあの取り残された英霊がいらっしゃいますけれども、日本の島は、 沖縄戦を加えると、沖縄とこの養豚だけです、沖縄はまだサトウキビの中にご遺骨があると言われてますが、養豚の場合は、その後、安倍総理は一旦退陣されましたが、再登番後に養豚に行っていただき、そして滑走路にもひざまずいてくださって、わけの分かんないメディアは、まあ、不思議な報道ぶりありましたけどね、なんでひざまずいてるんだって話ありましたけど、 滑走路の下にも英霊がいらっしゃるんじゃないかということで、総理はひさまずかれたと理解しています。で、ややその後、進んだわけですけれども、いまだ半数のご遺骨が取り残されたままです。で、厚労省と防衛省が、これは本当によく連携してくださって、内閣府の方々も含めて、あの民間人の集まりである妖刀協会とも連携してくださって、十分進みました。実は府省私は私回用途に行ってきましたたけれどもただ まままになっているのは事実です、ま、ず、日本の島でこれを解決しないと、世界に取り残された、特に南方で取り残された方々の、えー、ご遺憾もままならないと思います。で、改めて、与党に行き、そして厚労省、防衛省とじっくり話し合うと、やっぱり残って広い地域は、自衛隊が使っている滑走路ですね。それで、えー もともと旧軍が小ぶりな滑走路があって、それを養豚の戦いの真っ最中に、養豚を占領したところの米軍が大きな滑走路にして、我が国土を爆撃したわけでありますが、それをそのまま自衛隊はいわば、援用してます、1968年に養豚が私たちに返還されてから、使ってきてるわけですね。でこれ、自衛隊が現に使っている滑走路ですから、なかなか引き剥がしたりしにくいとい事情もあります。で そこに残りの1万,1万人を超える方々が全部いらっしゃるとは思いませんけれども、しかし、これやっぱりこの件について、情報提供が足りないと思います。先日伺ったときに、滑走路の一部を掘って、そこにあの自衛隊は、用途にいる海と空だけじゃなくて、陸上自衛官も協力してそれをやってました。で、滑走路の周辺地域からすでにご遺骨が出ているということも聞いてます。したがって、滑走路以外のところの再調査も含めて、 今後、予算をつけていただけるかどうかの瀬戸際だと思いますから、きょうの特別国会の予算委員会であえて取り上げました、これは防衛大臣と、それから厚生労働省にご答弁いただけるでしょうか、はい、小野寺防衛大臣。与党は先の体制に対して、大変な激戦が繰り広げられた場所であります。 戦争で亡くなられた日本の方々のご遺骨が約一万一千五百柱、えー。眠っているとも言われていると承知をしております。滑走路地区の下にも旧軍が作った号があるということが確認をされております。私も何度か言っておりますが、えー、前の防衛大臣の時。平成二十五年十月、要頭を視察した際に、戦没者の方の遺骨収集期間は？ 国の責務として政府一体となって取り組むべき重要な施策であると改めて認識をいたしました。えー、防衛省、自衛隊がやっていますのは、今、その滑走路のところその下がえもしかして号があり、そこにご遺骨があるんではないかということで、レーダーをえー開発しまして、それで今、地下号、滑走路の下にある地下号を探し、そこをまああのえもう一度掘り直して、部分的に一つ一つ今、対応させていただいております。 今回、厚労省のご協力もありまして、私どもまたさらに深いところまで探査できるようなレーダーを取得をしまして、さらに丁寧にこの問題に対して対応していきたいと思っております。今後とも戦没者の皆様のご遺骨の帰還にしっかりと協力してまいりたいと思います厚生労働省大臣官官房審議官橋本康弘君お答え申し上げます。 硫黄島における戦没者の遺骨収集につきましては、戦没者数が約2万1900人でございますが、そのうち約1万400柱が収容されておりまして、またそのうち、先ほど先生おっしゃいました滑走路周辺の地下壕からも、約300柱のご遺骨が収容されております。 一方で、平成26年度以降でございますが、政府一体となって取り組むため、関係省庁会議で決定いたしました基本的方針等に基づきまして、計画的に遺骨収容作業を実施してきたところでございます。特に滑走路の下、あるいはその周辺におきましては、 防衛省の方で平成24年度から25年度にかけて実施しました、地中レーダー探査で確認された3カ所の地下ごそれから約1800カ所の固形物の反応点につきまして、現在も掘削調査等を実施しております。たただ残念なながら新たなご遺骨は見つかっておりません そのため、平成30年度におきましては、1つは滑走路周辺で過去に確認されたごについて構造解析を行いまして、閉塞地点の先に該当する地上部分におけるボーリング調査等によりまして、滑走路地区のごの観測を行うと、それから2つ目には、これまで探査できませんでした地下10メートルよりも深い地下ごを発見するために、10メートルよりも深いところの探査が可能となるよう、 地中探査レーダーを改良する、まあ、こういったことを行うための必要な予算を要求しているところでございます。えー、今後とも防衛省をはじめ、関係省庁と連携しながら、一柱でも多くのご遺骨を使用できるように努力してまいりたいと考えております青山茂鞍君。委員長、総理、最後にこの与党の、与党をはじめとする英霊の方々のご一環について、お言葉いただけるでしょうか。安倍内閣総理大臣 私も総理就任後です、ね、与党に参りましたが、まさに大変過酷な状況の中で、愛する家族と祖国を守るためにです、ね、国の塾生、そして家族を案じながら、あの遠い与党で亡くなられたご英霊のです、ね、ご遺骨の期間についてもです、ね、まあ、政府としても全力で取り組んでいきたいと、このように思います。 青山千春君。え、本日は論議のあるところ、野党の方々に置かれても、ご清聴ありがとうございました。えー、じゃ、これで、えー、終わり、終わります。ありがとうございました。以上。